それではですね、第2部をですね、始めさせていただきます。ただ一部がですね、かなり時間を取りましたので、少し時間が短くなることをお断りさせていただきます。で、最初にですね、いろんなお話をですね、出していただきましたけれども、やっぱり今回の公開シンポジウムだけではなく、これまでのシンポジウムもそうだったんですけれども、何が真実なのかと、フェイクニュースという言い方があるんですけれども、誰が真偽をね決めるのかと、ツイッターを買収して X を始められたイーロン・マスクさんがですね、言論の自由を言われていてですね、これまで陰謀論とされてきたものが全て真実であることがこれから明らかになると。で、まさに今その状況がですね、トランプさんが再び大統領になることによって、あらゆる方面でのですね、デクラスがですね、広がっていると思います。で、今日の資料でちょっと準備させていただいているのを見ていただきたいんですが、トランプ大統領のディープステート解体計画、これはもう動画もありますし、このような文書でね、1から10にわたって出ております。また私もいつも、見させていただいてます藤原直弥先生のね X、これは、9項目ね、重要な論点、触れられております。また私ども ISF にですね、寺島メソッド翻訳ニュースをいつもですね提供していただき、またご自身のね寺島孝良先生のブログもですね転載させていただいています。先生がですね、実は重要なですね、非常に重要な、アメリカのですね、文章をですね、翻訳されております。皆さんもご存知の方おられるかもしれませんけれども、警察官ユリでしたっけね、ロス死刑ユリ、ロス死刑ユリのアメリカ生活っていうね、 YouTube 発信されている非常に素晴らしい勇気ある女性がおられるんですが、その方の動画でもですね、触れられておりましたし、ロバート・ケネディ・ジュニアもですね、この件について、動画で発信されておられました。国土安全保障省というよりもですね、11月の大統領選挙直前の2024年9月27日に発行されたですね、国防総省の新しい指令により、米軍は国内騒乱で警察当局を支援する際、米国民に対して実質的な武力を行使することが可能となったと、ということでいろんな本を書かれているんですけれども、そのユリさんなどが一番恐れていたのはですね、大統領選挙にどちらが勝とうとも、選挙の前でも、あるいは後でもですね、来年1月20日が正式な大統領就任式となってますけれども、その間の間にですね、何らかの形のですね、テロや暴動やですね、さまざまな出来事が、これ意図的に引き起こされてですね、軍隊が投入されて、戒厳令引かれて、投入されるような事態で、またその前後に暴動がですね、反乱あるいはですね、内戦につながる危険性があるということで、皆さんもご覧になった方おられると思いますけれども、シビルウォーというね映画を私も見させていただきましたけれども、あれはですね、あの監督のインタビューも見ればよくあの意図がわかるんですけれども、3期目の大統領というありえない大統領が出てて、テキサスとですね、カリフォルニアが同盟を結ぶということもありえないようなね内容で、内戦の勃発の理由は触れてないんですけれども、明らかにですね、トランプ大統領が大統領になった時にですね、市民が、反乱を起こしてですね、でそれを市民革命として、独裁的なファシスト的なですね
トランプ政権を打倒するという内容を暗示させるものであったと思います。で、まあ、ユリさんなんかもずっと触れられてますけれども、今このままね1月20日までですね何事も起こらずに平和的な権力維持を今しているということなんですが、本当にそれがそのまま済むのかと。なぜならばですね、トランプチームはすでにですね3ヶ月前から移行チームを準備して、1月5日の大統領当選以降矢継ぎ早にですねこういう重大改革とかね、あらゆる教育改革も含めた、そしてあらゆるですねデクラスを始めているわけです。私は1月20日になったというよりも、トランプさんが就任したらというよりも、その以前からもうすでにねあらゆるレベルでいろんな問題に関わった人々に対する追及がですね始まっているし、さらに本格的にですね始まる可能性が高いと明言されているんですね。例えばユリさんなんかが一番救うために戦っている子どもたちのために人身売買とかね承認性問題とか関わった人間、極刑に一つと言ってますよね、トランプ陣営の側の方はですね。で、相次ぐ閣僚がですね任命されておりますけれども、司法長官のゲイツさんなんかもねもうそういう問題に徹底的に追及するような厳しい方でありますので、これまで言われていた不正選挙とかですね、あるいはトランプ大統領暗殺未遂事件、まあ、過去の例ではケネディ兄弟暗殺事件もありますけれども、そういった真相を委員会を設けて明らかにするだけでなく、それに関わった人々も徹底的にですね調べ上げて必要に応じた処分をですね、することになるだろうと。で、一番もですね海外にですね、逃げているというような話もあります。オバマさんはどこに行ったんだというようなね話ももうすでに出ているぐらいでありますし、これは真偽は不確かですけれども、セレブのですね大邸宅が相次いで火災になっていると、まあ、山火事に巻き込まれた場合もあるのかもしれませんけれども、まあ、いろんな形の証拠を隠滅をしながらですね今そういう準備トランプ後に備えているんではないかと、いう指摘もあります。これは留保する部分ありますけれども、トランプさんが大統領になったら大量逮捕処分がですね始まる可能性が高いですし、もうそれを宣言してるんですね。まあ、いわゆるディープステートの戦いとね言われております。で、今日の論者のお話にもありましたけれども、トランプさんだけでなくトランプ政権にはですねこれまでトランプさんを支えてきた、人物、まあ、イーロン・マスクさんのお名前とロバート・ケネディ・ジュニアさんの名前も出てますけれども、タカ・カールソンも含めてですね僕は四大巨頭と言っております。とりわけロバート・ケネディ・ジュニアさんはザ・リアル・ファウチという本も書かれていて、この問題ですね、この問題に一番関わってきた方であって、この問題を徹底的に追及するということで、その厚生福祉省の長官だけでなく3つ CDC も含めて3つのトップに今立つことになっていると。もちろん上院のね指名議会の指名をね無事に通らないといけません。それについてはですね、リーノもいてですね、上下下院今共和党が有利にはなっていますけれども、必ずしも無事にですね今、大統領にしあから指名されているような人事がスムーズに行われるとも限られないんですね。とりわけロバート・ケネディ・ジュニアさんは警戒されていると思います。で、そうした流れがですね日本とは無関係ではないと、まあ、石破政権の評価はいろいろあるとは思いますけれども、もう日本とアメリカはいい意味でも悪いでも密接にですねつながっていますので、今アメリカで起こっているのはですね本当の意味でのですね革命です。で、これがシビル側にもなるかもしれないという瀬戸際でもあると思います。で、原口先生も言われましたけども、そのイーロン・マスクがやろうとしている行政合理化しようとかね、そういうようなものを日本で作る必要がですねあるのではないかと。
その全てアメリカ頼み、トランプ頼みではダメだと。そのために友好国連盟もね、立ち上げられているんだと思います。はい。で、それに関連していろいろ今からですね、お聞きしたいと思います。座らせていただきます。で、まず最初にですね、先ほど、フランセ俊一さんが、すいません、あのね、人の名前覚えないすいません、俊介だ、はい、はい、に、あのすごいね、本の内容をね、見せていただきましたけれども、1月20日のですね、大統領就任式2021年か。そうですね、選挙は20年ですからね。はい。が、本当にあの日に行われたのか。あの映像を見てね、フランスさんは、そうではないと。明らかに、その日の前以降にね、捉えたものではないかと。その日は雨模様というか、こう、曇りでね、カンカン照りではないし、影を見てもね、夕方に捉えたものであるとかいうような根拠をね、指摘されておりました。で、また本の中では詳しく触れられてるんですけど、1月6日の議会襲撃事件、これはトランプさんがですね、主導されてっていうことで今裁判にもね、なってるようなものですが、全く伝えられてる内容とは違うということがすでにですね、膨大なビデオが公開されてですね、それがもうすでにFOX ニュースなどでは出されているにもかかわらずですね、未だにアメリカ、日本の多くのメディアはですね、トランプさんの訴追のね、根拠のある主張だということで、それを否定するものは全て陰謀論だということで消し去っているんですけれども、ここにですね、実はですね、あれ、この本、沖縄協奏曲という映画を作られた監督、太田、また間違ったらいけない高文監督がですね、来られていて、実はこの話題をしたときに、太田さんは映画のプロですから、もうその日に分かったということでね、その2つの問題について少しコメントをですね、お願いしたいということで、すいませんけど、こちらでお願いいたします。はい、すいません。もう皆さんのお話のお話かなり僕なんかが出てきてどうかと思うんですけれども、どっちからいきましょう。就任式から。就任式、NHK で確かやってましたよね。全ての民放です。民放もやってます。民放、はい、やってたのを見てると、映画屋なんで、映画ってその日のシーンをその日に撮れるとは限らないんですよ。で、後で撮った時に雨降ってたり曇ったりして、でスタッフとね、どうしようか、このこっちの切り返しが効かないよとかっていうのをいつも気にするんですよね。で、皆さん見てるとやっぱり出ている人だし、俳優さんとかね、まあ、政治家、テレビの政治家とか、どんな顔してるとか、どんな衣装してる、あ、髪薄くなったなとか、いろんながら見ると思うんですけど、映画やってね、ひねくれ者が多いので、後ろに何が映ってるかとか、影がどっち向いているかとかっていうのを気にするんですよ。だから僕の師匠である大林信彦監督ね、時をかける少女ってあるんですけど、学校のシーン、あれね、1日かかってるんで、影がどんどん変わっていくんですよ。もうカットが変わるごとに。っていうのは、外の光がこうね、太陽が動くからなんですよ。というのを、あの時の、就任式を見てると、影が結構変わるんですよ。で、さらに NHK の記者だったと思うんですけれども、どっか駅っていう人通りのところで、ライブっていうのが出て、つまり中継ですよ、ね。で、ながら、こちらのワシントンの山田ですとか言ってるのに、暗いんですよ。夕方なんですよ。で、では現場の山田さんどうぞって、はい、こちら現場の山田ですって言うんだけど、明るいんですよ。晴れてるんですよ。で、時々カットが、会場を外から撮るのを見ると、みんな曇ってるんですよ。だから全部違う時間に撮られたのを編集してるんですよ。で、一番笑ったのは、例えばそういう、まあ、そのスタッフというかその、出演者の方がいらっしゃいますよね。で、こう話をしている。
でカットが変わる他のカメラ、つまり多分5つぐらいのカメラで撮ってるはずなんですよ、週2時っていうのは。そうするとここで撮ってて、スイッチングっていうのはそういうあのなんていうか車の中で、はい、 B カメ行って、 C カメ行ってとかいうことでいろいろ見せていく同時進行ですよね。だからここでこう話していて、次のカットで向こうから来た時に当然こちらの方いらっしゃるはずですよね。いなくなってたりするんですよっていうのを後で編集して、編集する時につい間違えて、あのなんていうかな、他のカット、時間が違うカットを持ってきちゃったりしてるんですよ。で映画屋なんで、自分がやってて映画でもよく失敗するんですよ。出た時に急に人が後ろにいる人がホッと消えたりすることがあってっていうね、うん、そういう間抜けなことでも映画のスタッフっていうのはそういうのを気をつけてるから必ずよく見てやるんですけれども、多分あれやったのはね、中継とかやっている、まあ、テレビスタッフなんかが雇われてやっているから、そういうところつい忘れてしまう。仕事が荒い。まさか日本のね、こんな機関局が端っこでこんなめんどくさいやつが見てると思わないですからね。っていう風なところでね、見ていくと影が違う、それから立ち位置が違う、それから、晴れたり曇ったりするっていう。で僕も全部ビデオで撮ってあるんで、だからね、先ほどのあのね、僕今ね脳梗塞で字が読めないんですけどね、すごい嬉しかったです。そう思いながら見てましたから、はい、それと同じことが、急いで言いますね。もう一つあったのが襲撃事件、僕は全部ねライブで見てたんですよ。で あれもあったり、あのネットでもやってましたし、で僕アメリカ留学してたんで英語そこそこ分かるんで、で USC ってとこ行ってたんですけれども、そこで見てた時にトランプが確かあの時50分ぐらい遅れてスピーチを始めるんですよ。そうです、あそこのホワイトハウス前で、でだんだん眠くなってきて、早く出てきて喋れよとか思いながらしてる、なかなかなんで50分も遅れるんだって大事なねスピーチにと思ってたのは、意図的です。後で考えたら、その計画事件をトランプは知ってたと思うんですよ。でそれでその予定通り終わったら、そこの観客を相手側は向こうまで連れて行って、そこで襲撃するっていう風な計画にしてたのを、ホワイトハウス前から、議事堂まで出て歩くとね50分ぐらいかかるんですよね、普通に歩くと。そうなんっていうことは、終わってすぐに襲撃時間が例えばあの0分からだとした時に、こっちが終わった時間には0分には着かないんですよ、どんな走って行っても。だけれども計画通り進んでいるので、あのそのワニ男じゃなくて角男とかいましたよね、ああいうこう用意された人たちがその時間にもスタートしてるんですよ。でおまけにこっちから行った人たちで、あと周りにいた人たちも中に誘導するので、当時全部ライブでね、もう映像でやってましたけれども、そのセキュリティがこう 銃じゃない、あの殴ったりするやつあるじゃないですか、あのなんとかっていう、あの警備の人が持っている、それを置いていって、君たち入るんじゃないって言いながら走って戻ってきて、入るんじゃない入れって言ってるわけですそしたらそこの人たち全然影がでもいい、マニオとかでもないんですよ。普通の人たちがこうカメラをしながら、ああこれがホワイトハウスかって感じで写真撮りながら行ってる、そのバンバン撮って流れてたんですよ。でそれがその後のもう半年以上経ってからですよね、あの、会員でやった時に、フォークスが確かそれ流したりしましたけど、実はオンタイムで全部流れてたんですよ、日本でも見れたんです。それ見てたら明らかに、はい、テキサスのご一行様、こちらどうぞ、こちらがホワイトハウスでございますみたいなノリで、で走ってって、おめでとうなと言いながら持ちながらそれ置いて呼びに行ってるようなことしてるんですよ。そういう映像がバンバン流れてて、いやこれ茶番だもんね、ご一行様、ご案内みたいな。で翌日、何やってんのこれと思ったら、翌日見てみたら、ホワイトハウス襲撃とか言ってね、ワニ男じゃないやん、スノーとかこんなもんって割ってる映像とか入ってるけど、あんな当時流れてなかったですからね。で一部でやってたんだろうけど、あれだけ映した映画の世界、そうなんですよ。全部で戦争したり戦ってなくても、一部だけやってて引きの絵を撮っていれば、映画で見た時に大戦争してるように見えるんですよ。だから映画から見た時にね、すっごい茶番なことをたくさんやってたっていうことを、木村さんの方が話したんですけれども、っていう以上です、はい、ありがとうございました、はい、あの今のことも含めてですね、実はあの子の中で船瀬さんも来られてるんですよ、実時間で追われていてね。村瀬さんからも議会襲撃事件について少し短めにお話しします。あのちょっと捕まったやつがね、はい、あれね、あのメーカーアメリカグレーターゲン、はいはい、でやつらその帽子かぶって旗持って
うん、だから確信犯ですよ。で、結局ブラックライブズマターとか BLM とかね、アンティファとか、あいつらは全部仕込まれてるんですね。それで戦闘機って言ったやつは正体バレてるんですよ。そうみんな役者を揃えて、それでもう一つね、いまだにこの捕まった人がいまだにその起訴されないで拘留されてる人がすごすぎるっていう。何百人もな、裁判も起こされない。これいや、トランプさんはもう直ちに恩赦にするって言ってます、うん、衆議院して。いや、それも映像残ってるのは警備員がさ、はい、はい、こちらへどうぞこちらへどうぞって誘導してるじゃないですか、はい、ね、それでさっきみたいに、ね、あ、これは議事堂かって感じでぞろぞろ写真撮って農協の野上さんみたいにその映像も残ってるし、はいはいはい、襲撃なんてものじゃなくて最初突入してるのを見て、あ、喉入っていいんだって感じでゾロゾロついていったらばっかり、うん、か襲撃っていう言葉もおかしいよね。最初突入したのは全部なりすましですよ、うん、アンキバとか、BLM、うん、でみんなトランプの不思議の帽子かって旗持ってるな、完全に隠しなんだよ、あいつら。トランプの演説聞いた人間は結局到着してないんですよ。距離がある、距離がある。木村さんから。今ね、いろいろお話を伺ってて思い出したのはね、今から30数年前のイラクのね、ペルシャ湾でね、フセインが油船を壊して油まみれの鳥があった。あれがね、アラスカ結局ね、タンカー、沖のタンカーのあれだったんですね、座標で。あと泣きながら消費した少女。そうそう、ないのね。ああいうことをやるんだよね。クライシスアクター。もう戦争広告代理店っていうのが一時流行りましたよね、あの当時ね。だからもう加工して、そういうプロパガンダをやってんだなというのは、今、イラクでずっとやってましたから、僕らも見てましたからね。はい、クライシスアクターだね、はい。はい、ありがとうございます。話題になっている映画でもう一つですね、シビルウォーとともにドリームオブフリーダムですか。あ、そのサウンドオブフリーダム、サウンドオブフリーダム、生と間違ってる覚えないですか。はい、サウンドオブフリーダム、これも僕は見ましたけれども、まあ人身売買ね、ソニー回収とかそういう問題を扱ったやつでありますけれども、これ実はもう広く深く世界中で日本も含めてやられていて、全世界で、300何十万とかね、いう子供たちが犠牲になってるんではないかという情報も流れていて、なかなかその真偽確認ができにくい部分はあるんですけれども、この問題というのは非常に深刻で、生々しい実態の一部は先ほどのマリさんなんかはね、ユリさん、あ、ユリさん、あ、ただすいません、語っていたりするんですけれども、奥野さんなんかこの問題はどう見ておられますか。はい、はい、いや、なんかこんな詳しい先生方の前で僕に振られても困るんですけど、まあでもまあよくこう映画と俳優との映画とかでもあるように、その何秒に一人その子供たちが誘拐されてるとかってありますよね。でそれ僕ちょっと数字を追いかけてこう調べたことがあったんですけど、こう1年間に九州で、日本の九州で生まれる出生数、赤ちゃんですよね、と同じ数がアメリカで行方不明になってるんですよね。だから九州全土の今年生まれた子供たちが全員誘拐されるっていう国がアメリカなんですよね。だそんな国で子育てとかをしたいっていうふうに思わないですよね。だから僕らアメリカ大使館のその監視というか検閲のもと、まあ、ハリウッド映画を良しとして、で、まあ、一番その義理人情っていうことで言えば、まあ、日本っていう国のはずなのに、まあ、そういったものを素晴らしいというふうにその CIA が活躍したりとか、イケメンの俳優が演じてですね、だから CIA っていいことしてるんだとかっていうふうに、まあ、それが全てプロパガンダなんですよね。まあでも本当は僕、日本ってすごいなと思うのは、これだけ手枷足枷があって、もう嘘だらけで、
で、五大新聞も全てのテレビ局も真実を報じないと、まあ、そういう国じゃないですか。だから羊に羊飼いの存在を教える必要はないし、あそこに柵があるだろうと、あれをみんなで壊そうなんて羊たちに思わせたらダメだし、で羊がたまに言うんですよ、柵ちょっと高くないって、この柵ちょっと低くしてくださいよって。で低くしてくれるわけないですよね。だからそういう中でやってて、で僕らみたいにこう柵を見つけてしまうと、あそこに柵があるじゃんって見つけてしまうと陰謀論者って指さされて笑われるんですよ。でもあるじゃんって柵で、僕らはだけど羊は下向いて、でサイレントマジョリティとかって言って、僕もあの上場企業のそれこそ何十万人も社員がいるような社長さん会長さんとかに、まあ、可愛がっていただいたりしてるんですよね。その時はサングラスかけていかないんですけどそしたらやっぱりね、お立場があるからってこう言われるわけですよ皆さんね。だけど僕は違うと思うんですよね。さっきのいじめ子の話ですけど、お立場があるからこそサイレントマジョリティとかって言って下向いて黙ってたらダメでしょうと。だってリーダーじゃないじゃんって、まあ、僕は心の中で思ってるんですけど、だキング牧師 の最悪なのは悪人の暴力じゃないと、善人の沈黙だと、まあ、その通りですよね。だそれをみんなで打破しないと、この会場にいる我々だけでは戦っても勝てないんですよ。みんなの運動にしていかなきゃダメなんですよね。だそこを考えなきゃダメですよね。来年いよいよ勝負なんですよ、来年再来年で、まあ、日本の今トランプさんがって言うけど、トランプさんからしたら日本大丈夫って話ですよね。もう DS にぞっぷり染まって、でみんな本当のこと言ってる人を陰謀論者呼ばわりして、まだそんなことやってんのという話ですよね。お前ら大丈夫かと、まあ、このまま中国に売り渡されてしまうのか植民地として、わかんないですけど未来だけど、本当に立ち上がってやるために何が必要なのか、これ個人攻撃じゃないですよね。だからみんなでちょっと言いたいことはあるけど、まあ、それグッと我慢して、みんなで仲良くして一つの目的に向かって。ただ残念なのは、風が起こらないと僕ら手漕ぎボートでこいでても大航海できないんで、その風を受けるためにはマストに帆を張って風を受けなきゃダメなんですけど、その風って僕は被害だと思うんですよ。ある程度の被害が起こらないとみんな動いてくれない、自分の身に降りかからないとみんな動いてくれないじゃないですか。だからこんなこと言ったらダメかもしれないですけど、全員を助けてあげることはできないかもしれないですね、今回のワクチンのように。だから何かの被害が起こって、なん冗談じゃねえよっていう時に、ほらね、これじゃダメなんですよ。その時にインフラを用意しとかなきゃダメなんですよ。その時にもうインフラが実は水面下で用意されてると、その状態を作んなきゃダメなんです。それがね、あの実はね、まあ、僕10年やってきてるんですけど、誰にも言わせてね、ただ来年それで僕間に合うかどうか分かんないんですけど、まあ、でももしこの命がなくなったとしても、あの別に長生き、もう今更奴隷として長生きなんかしたくないんで、日本人として本当に神様に対して認めてもらえればいいんで、人間の評価なんかいらないんで、なんか日本人として最後を戦って死にたいなと思ってますけどね、僕は。はい、ありがとうございます。いや、もう編集会議ちょっと待ってください、時間のあれ、あのね、あのほら3分で見たら短めでもらいました。奴隷制度が合法の時よりも今の方が奴隷が多いっていうのを驚きましたね。その6割が子供だと。ちょっとマウイ島の山火事も1000人子供が行方不明になっていることを忘れないでほしいと思います、はい、よろしく。はい、あの次に原口和弘先生がお伺いしたいんですけれども、そのロバート・キネディ・ジュニアさんがザ・リアル・ファウチも含めて一番あの問題に詳しくて、今度養殖に就かれることになったということで、先ほど明治ペーパーファームのその訴訟が、ね、起こされるかもしれないという話もありましたけれども、そのアメリカが変わったら日本が変わるだけでなく、どのようなこう日本はですね、今からその対応してこの流れをですね変えていくことができるのかも含めて少しお話をしていただければ。まあ、それを今奥野先生が全部おっしゃったんだと思うんですね。で、日本が変わる時っていうのは上から変わんないんですよ、民草から変わってくるんですよね。で、奥野先生が佐賀に来られた時に、僕はあの
板垣退助さんをご先祖さんが連れてきてくださったなと思うんです。あの自由民権運動の、私は大熊の警備員なんですね、佐賀ですか、はい、同じ家紋で赤くですね、淮藩内閣っていうのを作ったんですね、土佐の板垣退助と。で明治維新っていうのは明治5年で終わってるってこの間ここでお話をしました。その明治5年以降はですね、薩長の、まあ、反幕政府、まあ、今で言うと極左のグローバリスト海外に、まあ、乗っ取られていくわけです。でそれを中途でこれじゃダメだって立ち上がったのが土佐の方であり佐賀の大熊だったんですね、自由民権運動で。奥野先生が来られた時にそう思ったんですよね。で一緒にあのショッピングモールを歩いてるとですね、もうあらゆるとこから選挙期間中ですよ、奥野さん奥野さん握手してくださいここにあの金ピカの鎖とかしてソリとか入っててついでに原口さんもって俺ついでかよって思うすごいですよ。でやっぱりこういう力でしょうね。これも奥野先生おっしゃったように最後の1割っていうかな、最後の1割の時なんですよ。実はもういろんな準備は終わっている、終わっているんだけど前のものがまあいっぱいあって、さっきのメディアもあれメディアと思うから腹立つんです。あれメディアじゃないです。悪徳広告代理店とつながったあのプロパガンダ装置です。で彼らがウルトラデラックスバカなのは自分たちが出してる嘘と、嘘だったら自分がついてるから嘘だってわかるでしょ、でも嘘を本当だっていうふうに思い込んでるんです。これすごく危ないことで、で柵があって羊がいて、で羊飼いの人たちは実はあの犬はそんなに多くないんですよ。多くないっていうことは横に手を結べば勝つってことなんですよね。だから僕はそういう時が来たなって思いますし、明るく暖かい方向、奥野さん握手して奥野さんこっち向いてあれですよ、絶対勝ちます、頑張りましょう。ありがとうございます。原口さんの最初にお話をされた中でですね、なぜ今年に限って6月にね、正式な共和民主のね、大統領にもなってない者同士がね、テレビ対話を行ってね、そして、まあ、バイデンがね、完全に討論会では圧倒的な差をつけられたというところから、まあ、トランプの暗殺事件がありましたけども、その後に変わってですね、でカマラ・ハリスに変わっていくと、正式な予備選もないのにというのをね、これ孫崎さんにお聞きしたいんですけど、大統領選挙のあり方として6月にそういうテレビ討論やったりですね、そのカマラ・ハリスにこうバイデンは大統領は続けるって言ってるんですね、認知症とか言われながらですね、大統領は辞めない、核のボタンを握るみたいなことは言いながら、その一方で自分は次の大統領選には出ないということで、まあ、カマラ・ハリスさんはまあ副大統領ではありましたけど、まともな予備選もしてない人がそのまま大統領候補としてね、まあその簡単な代議員民主党の議員の中での多数は得たみたいですけども、それで大統領候補になって、それがそのまま選挙を行われるというのも、ちょっとこういう大統領選挙のあり方というのは今までなかったと思うんですが、いかがですかね。まあ民主党はできたらやはり、民主党はできたらやっぱりバイデンに行きたかったんだと思うんですよね。だけどあのボケぶりっていうかね、あれじゃ絶対勝てませんよ。だからまあそういう意味で緊急のなんていうか流せた可能性はあると思ってたと思うんですけども、緊急事態もう バイデンというのは絶対に勝てないということで、まあハリスになったと、元々からハリスが
ハリスにああいうような形で移行するということは考えてなかったと思うんですね。で、私はハリスっていうのは絶対に大統領になれるような人物じゃないと思っています。だから初めからハリスに移行するという形は考えてなかった。で、ハリスがまずダメだっていうことがいくつかあるんですけども、知的に全然ダメですよね。それはテレビで見ている人たちには、すぐに分かる。彼女自身が発言できるっていうんじゃなくて、単にシナリオで喋っているという、そういう人ですよね。もう一つはこれも日本人はほとんど知らないんですけど、アメリカ人がかなり知っているものは、私よく言うのは、ハリスは、ね、出発点は、サンフランシスコで初代の黒人の市長が出た時に愛人になった人ですよね。それもね、出てますね。だから、ね、なんとなくこうマイノリティから出てくるというのは、人格的に良さそうなキング牧師であるとかね、そういうような感じでマイノリティが大事にされる可能性はあるんですけど、彼女の場合は人格的に最低のレベルですよね。で、最低のレベルをそういう話をしてたら、いや日本にもいるんじゃないの。ありがとうございます。カマラ・ハリスさんについては副大統領で移民問題の責任者と言われながら現地にもあまり行かず、全くの無能だと言って、バイデンさんもその老齢のあれで大変だけど、カマラ・ハリスには任せられないということで圧倒的に人気がない状態だったのが、ああやって入れ替わったら途端にメディアがですね、持ち上げてですね、カマラ人気でトランプを上回る、ね、世論調査だとか言って、実際にはその後 CNN のインタビューを受けてですね、全く失態をですね、さらけ出して、もうそれ以降はオバマさんのこう指令があったのかとかいう言われ方もされてますけれども、なるべく出るなということでね、選挙の集会はほとんどオバマさんが主役でね、出ていたというような状況もあったということで、その後の動きも非常に不可解なものがですね、あったと思います。一言だけ、はい、あるメディアが、あるメディアが述べてたのは、今回の選挙で一番負けた、誰が一番負けたかっていうものについていろんなことあるんですけど、やっぱり大手メディア、大手メディアが最大の敗北者だと、ハリスを持ち上げね、それでハリスを作るというような形でいき、トランプを徹底的に外そうとした、その大手メディアの力が結局はアメリカの国民には届かなかったっていうか、そういう意味では、ね、残念ながら日本の場合には大手メディアの力がまだまだ強くって、大手メディアが動くと政治が変わるみたいな ね、 そうですね。でアメリカの場合には今回明確に大手メディアが敗北したと、これみんな分かってると思います。はい、ありがとうございます。メディアが敗北したというのは、実は2016年にトランプさんが勝った時も同じ言われ方をしたんですね。なぜならばもうヒラリーが大勝すると圧倒的にそういう報道をしてましたので、全く違う結果になったのでということもあったと思います。で、浜田さんにお聞きしたいのはですね、トランプの暗殺未遂がペンシルベニア以降3回4回あったとも言われております。で、実はその前もですね、2016年の大統領選挙の最中にも、大統領になってからも何度かあったとも言われていますし、先ほどこれから1月20日の間にもまた暗殺の可能性っていう、そういうのもあるんじゃないかとも言われているんですけど、特にペンシルベニアで の、 トランプさんの暗殺未遂事件とかも含めて、そこら辺どういうふうに見ておられるかを少しお話していただきます。アメリカではね、暗殺とか全然ね、特別なことじゃないんですよね。政治家だけに限りません。メディアの人であろうと、経済界の人であろうとですね、要するに、いわゆるディープステートにとってですね、目障りな存在というのは、ね、一番簡単な方法はですね、金で彼らを、ね、動かす。
それでも動かない場合には、もうね、葬り去るということですね。日米関係でもそういう事例はたくさんありましたよね。まあだから田中角栄さんから始まってですね、まあ、そういう例がたくさんあるんで、まあ、ペンシルベニアの場合にはね、まあ、事前にですね、そういうね、こう、ちょっと危険な兆候がある、その演説会場を上から狙えばですね、すぐね、こう、暗殺ができそうなところに、まあ、あの場合にはね、地元の警察と、それと FBI と、それと大統領のシークレットサービスと、もう点でバラバラのですね、こう、言ってみれば防衛体制だったんですね。だってその銃を持った人間がですね、いるのにですね、地元の警察に行っても、いやいや、ちゃんとモニターしてますみたいな感じですね。だからそういう状況を見るとですね、まあ、アメリカではね、そういうトップを目指そうっていう場合には、それ殺されるという、そういうことを覚悟した上でですね、だから必要に応じて、影武者。これはとてもね、存在が必要になってくるんですよね。まあだから今日はね、いろんな映像を見せていただいて、まあ、言ってみればね、バイデンさんだろうと、これはね、自分の身を守るためには、そういうね、影武者を使うっていうのはね、もう当たり前の世界。同じことは、中国でも、ロシアでもですね、北朝鮮でも、キム・ジョンウンさんのプクプクスタイルのね、あんな影武者作るの大変だと思うでしょ。こんなことないですよ。いろんなね、こう、顔色とね、こう人工的に変えたりですね、体をね、変える。今は何でもできちゃう時代なんですよね。まあだから我々気をつけなくちゃいけないのは、ああいうね、襲撃事件、未遂事件があって、それをね、跳ね返す強いね、ファイトっていうのをね、見せる。あれだってね、すごいアングルでですね、カメラマンがね、いかにもトランプをね、ヒーローに仕立て上げるように前もってそういう準備をしてたとしか思えないようなタイミングとアングルなんですよね。まず映画のね、シナリオ通りにね、展開されたっていう側面も否定できないと思うんですね。それで今ね、やっぱり違法移民だとかね、いろんなね、問題が社会で起こっているんで、まあトランプさんはね、それを一掃してですね、こういう法移民はですね、1000万人だろうと、2000万人だろうとね、追い返すということをね、公約で掲げている。これはすごいビジネスチャンスなんですよ。アメリカっていうのはですね、どうやればお金を儲かるか、特にトランプさんはそれを一番ね、日頃から考えている。じゃあ、違法なね、移民を追い返す、それをどうビジネスに結びつけるか、答えは簡単なんですよ。100万人、200万人、300万人、そういったですね、違法なですね、移民を、いろんなね、内部告発によって、全部ですね、プライベートの刑務所、収容所にですね、放り込むんですよ。今ね、公的な刑務所も満杯でですね、犯罪が多いから、もうこれ以上ね、受け入れられない。これからね、トランプさんがね、どんどんね、違法移民をね、ちょっぴりで、入れようと思っても、受け入れる場所がないんで、そこ今一生懸命ですね、プライベートなプリズン。これがね、ニュービジネスでどん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 アメリカ中でね、できてる。そういった会社の株価が今、急上昇しているんですよね。まあね、これはね、ちょっとね、アメリカのね、なんていうかこう、理想の世界とは全く違う。でもね、ハリスさんの話で言うとね、ハリスさんはね、お母さんがインド人ですよ。お父さんがジャマイカの黒人。本来であれば、インド人を味方につければ、かなり有利なね、選挙戦戦えて勝てたかもわからない。だってね、アメリカに来ているね、外国のね、移民、どこの国が一番多いと思いますか？インド人ですよ。600万人を超えるインド人がアメリカでね、成功してるんですよ。中国人、500万人ですよ。中国人よりインド人の方がね、お金儲け。だから、どんどん献金もやってたんで、最初はね、ハリスさん、すごいご飯派だったんですよ。ところが、ハリスさんは何で言ったの？私は黒人です。黒人にこだわりすぎた。最初インド人って言った。だからね、インドのね、大閥、
アメリカで成功しているインドの実業家、最初はみんなや、あいつ応援してたんですよ。ところがね、そういうインド人のね、気持ちをね、ないがしろにして、自分は、私は黒人ですって黒人にこだわりすぎちゃったの、はい。まあ、そんなことものもらってですね、まあ、アメリカってのはなかなか面白い、国だと思いますからね、ぜひね、我々も関心を持って向き合いたいと思います。はい、ただですね、そのトランプさんの暗殺未遂事件についてはね、あの写真はできすぎだという指摘もありますけど、実際に死者も出てますし、トランプさんが狙われる理由というのは、もうそれまでも何度もありましたので、僕はあれは自作自演ではないと思っていますけれどし、これからはですね、司法長官になるですね、ゲイツさんがその点も含めて徹底的な解明、関係者の処分も含めてね、やってくれるのではないかなと思って期待しているところは、あります。で、時間の関係がありますので、これからですね、戦争の問題ですね、ウクライナ戦争、ガザ・イスラエルの問題と東アジアの問題ということで、少しずつですね、このコメントをしていただける方にお願いしたいんですが、ウクライナ戦争についてはですね、先ほどですね、詳しくですね、木村光弘さんの方からお話がありましたけれども、これについてですね、マグサキさんも少し触れられたんですけれども、そのトランプさんはもうすでに動いているというね、話もありますけれども、ウクライナ戦争の見通しというか、それについて、はいはい、お願いいたします。結局ウクライナ戦争っていうのはアメリカの武器対ロシア軍だと思うんですよね。で、アメリカの武器っていうものが今度トランプ政権になって、まあ、木村さんがおっしゃっているようについていかない、それがどれくらい持つかどうか、6ヶ月なのか1年なのか、見方は変わるかもしれませんけども、武器が続かないことは間違いないということですから、ウクライナは戦えない、もう1年か2年そこで戦えないという状況になっていると思うんです。で、まあ、軍産複合体というものが一番利益を得てるわけですから、ウクライナ戦争を続けたいという気持ちはあると思うんですけど、中東がまた左に起こってますよね。私は中東は決して収まりません。収まらないと思います。むしろいろんなことを考えると継続していきますから、そういう意味で新たな武器供与の場所もできていましたし、それから東アジアもありますから、そういう意味ではウクライナの利用価値というものはかなり薄くなってきて、早晩どういう形で、やめるか分かりませんけれども、ロシアが降りるっていうことではなくて、ウクライナが現在のポジションを取れないということで、どっかの時点で戦争は終わるとこう思っています。はい、ありがとうございます。